始まりはアジア最大の歓楽街カムロ町で起きたある一件の殺しだった。その濡れ衣を着せられた堂島組若衆桐生一馬は、育ての親でもある若頭の風間を守るべく決死の覚悟で組を抜ける。桐生をはめたのは風間に次ぐ組の幹部、堂島組若頭補佐久世健能会会長久世大作。その最終的な狙いは空の一坪と呼ばれる土地にあった。巨大な利権の絡むカムロ町再開発計画にとって欠くことのできない空の一坪。そのわずかな土地をめぐる極道たちの熾烈な争奪戦にある一人の男が桐生を巻き込んでいく。立花不動産社長立花哲。その背後に隠された風間の意志が桐生の運命を大きく変えようとしていた。それで結局立つ。ああ、とりあえずはそこの社員って形だ。社員？へえ、まそこも堅気には思えねえけど。なあ、そうだな。となるとお前の殺しの濡れ衣を払う。ああ、橘はもう方々から期待できそうか。多分な。ただ立花が掴んだ。おい、それじゃお前。いや、それについちゃ立花が殺に鼻ぐす。それでも真犯人を見つけない限りは俺が町を自由に動き回れんのは。なるほど。でもやっぱり立花ってのは。そうらしいな。その件についてとりあえず連中に任せる。だから不動産屋は空の一坪の持ち主がはっきりもう一息ってとこまで来てるらしいが。お前が？ああ、小田っていう立花不動産の幹部が。だが服極道丸出しじゃ仕事になんねんだと。服についちゃお前に聞くのが一番だ。人を見る目。安心しろ、そんなに期待し。お前な。待ち合わせまで。そんなにはないな。それじゃあんまり選択肢はないな。この中道通り裏、新米のホストがスーツ買いに行くような店だ。こ贅沢は言わねえさ。それにしてもおめえ、俺に服の見立て頼むってことはセンスねえって自覚があったんだな。余計なお世話だ。ほら、別に無難に済ませてだけだよ。お前も適当にやってくれりゃいい。この態度が気に入らねえ。後悔するな。この先を。
おお。いや、ご無沙汰してました。おお。そういやおめえ、ガキの頃からなんか親父っぽい服着てたよな。そうだったか。ああ。たまに好きな服選べるって時も、よりによってそれ買って服ばっか手に取る。お前、今ガンつけたろ。やんのか。ところで、不動産屋で働くんならスーツだろ。着いたぞ、ここ。本当にこんなとこに。そんじゃ、入ろうぜ。ああ。無難な線だ。なんか、それが肩切ってもんだろうが。なら、おめえ、うるせえな。バカ、おめえ、それ絶対。なんでダメなんだよ。これじゃあスーツの自己主張が激しすぎて、アクセサリー着こなすにはセンスだけじゃなくて手間も必要だ。おめえみ、それじゃあ、これはどうだ。色、ほう。さっきの柄物に比べりゃ。よし、よ、これ。何笑って。いや、ち、お前の。わかってる。お前がどう言おう。え？おい。織田には服を何とかしろと言われただけ。そっか。何言ってんだ。あ？鼻から俺は。ありがとうございました。ああ、お前織田だ。そうだったな。ところで気をつけろよ、キリュウ。だろうな。危なくなったらいつでも声かけ。よ、来たか。織田、酸が抜けてるぞ。おい、だいたいお前その服なんだよ。ちゃんとしろっつったろ。あんたに言われたくねえよ。あ、あれ、他にもっとマシな教育係はいねえのか。バカ言うなって。覚悟しときな。俺の教育は厳しいよ、キリュウ。なんだこれ。伊達メガネだ。どんな面でもな。俺にこんなもんつけろ。いちいちダダこねんな。
さてと、それじゃあ早速始めっか。そいつが年の割に世間知らずの資産家でね。戦友屋？ああ？ヤクザのくせに戦友屋を知らねえのか。しょうがねえな。戦友屋っつうのは、いらたく。建物を占拠？ああ。よく借金の方に裁判所で売りに出す。けど、こいつを競り落とすと。で、自分たちはこの建物から出て。本当はそこの住人。そういうこと。占有屋をせしめた立ち抜き料か。それじゃあ。いや、そうはいかないんだ。か、力ずくでいけば警察沙汰になる。そん時、おかしな話だろ。結局。確かにな。けど、その金をなるべく払わずに済ませたい。じいさん、そろそろ来ると思うんだが、先に店に入ってるか。お、キリュウ君の名刺だよ。これでよ。いいか、今日はお前のサラリーマンとしての適性を測る。わかった。いらっしゃいませ。おっ。おい待て。席は入り口の近くじゃダメだ。他の、これから仕事の話すんだから。わかった。もう俺の教育は始まった。ここは二人掛けの席だろうが、先方が来たら。ああ、それともお前他の席にしよう。当然だな。よし、この場所なら問題ないだろう。仕事の話をするのにおあつらえ向きだ。さすがに下里上桜井は知っていたか。偉そうに奥に座り。上下関係を重視するのは極道も同じだ。経験が生きたって。わかった。いらっしゃいませ。ご、ああ、そうだ。コーヒーを。いや、注文は連れが来てからにする。また後で頼むよ。かしこまりました。お前、先に注文する気だったんじゃねえだろう。そういうもんか。別に期待しちゃいなかったけどよ。せめ、しかしめんどくせえ。何言ってんだい。ヤクザの方がよっぽど礼儀にうるせえぞ。お、おい、来たぞ。どうも、山根さん。お久しぶりです。ああ、悪いね、小田さん。なんか面倒なことになっちゃって。こちらは？うちの新人で桐生です。山野井さん。へえ、そうですか。立花不動産の桐生です。いいぞ。名刺交換は挨拶の基本だ。どんなに顔だが残念。あ、ま、初めて。桐生さんですか。これか。こちらこそ。
なるほど。おは、山野井さんがそのビル落札したのは先月でした。ええ、まあ。占有屋は一人ですね。はい、辻って男です。そいつから立ち退き？まだです。できれば、私も年寄りですし怖くてね。もちろんです。時に山野井さん、早いとこ済ませたいですし。500万？それはまあ安く済めば。もともとあんたがそいつに金出す筋はねえんだ。俺なら。おい、失礼だ。その辻って男、自分にはヤクザがついているなんて。お察しします。でもご安心ください。うちの、あ、ヤクザのエキスパート。いやー、こいつはなんていうか、ちょっとき時々ヤクザになりきっちゃあいつに言ってるんですよな、キリュウ。ああ、ま、立ち退き料はできるだけ。それじゃあ頼めますか。もちろんあなた方への。それはありがたいんですが、いつも山野井さんにはお世話になってます。本当ですか。いやー、さすが立花不動産だ。で、問題のビルというのは？天下一通りにある。わかりました。あとは我々にお任せください。話は分かったな。よ、ま、交渉は俺。占有屋のバックにはヤクザがついてんだろ。そこは俺の腕の見せ所だな。なんだ。ひとっ走りか。は？相手が占有屋にしても手ぶらで交渉ってわけにいかねえだろ。まった。菓子折り買ったら杉田ビルの前に来て。それじゃまた後で。ああ。おお、ちょっとそこのお前、通行料払ってもらうぜ。やんのか。
よう、キリュウ君。あ、おいおい、お前本当に元ヤクザか。すまん。金出していく。次連れてってよ。
らっしゃいませ。ありがとうございました。よう、キリュウ君。ああ、これでいいんだろ。よし、さすがに。で、ここに専用役。ああ、それじゃ、行くぞ。ああ。この部屋らしい。すみません。辻さんいます？山野井さんの代理で参りました。立花不動産の。立花不動産？あとこれ、つまらないものですけど。おい、勝手に何すんだ。ああ、汚ねえな。立ち退く？な、そうは言ってもね。この、それをあんたがいつまで。民法309。はい？あんたも不動産屋なら勉強しな。たとえ抵当権が、要するに俺は法律に。硬いこと言わないでくださいよ。立ち退いてくれるなら引っ越し費用はこっ。あのな、俺はここが気に入ってんだ。立ち退き料目当ての占有屋が。なんだよ占有屋って。ねえ辻さん、茶番はよしませんか。そんなもんそっちの都合だろ。お前だったらヤクザだから、そんな猿芝居はいらねってんだよ。部屋に居座。なんだと？あんたごときにオーナーは出てこねえよ。バックのヤクザに伝えとけ。あんま調子に乗んなよ。それじゃ。
ま、最初は。ずいぶん荒っ。仕事ってのは使い分けが大事なんだよ。大体。本物の交渉相手。はあ、結局向こうも金が目当てなんだからよ。なんだこいつら。鈍いね、キリュウ君。本物。おたくらが立場の不動産。あんたは？おたくらの味方ですよ。次。ええ。それ、うちが話しつけてあげるよ。なるほど。その仲介。話が早いね。そうだな。700万ってところが。あのビル転売。ほんの少し部屋に居座っただけで700万。あんたら楽しても。楽して儲けてんのはお互い様だろう。今だ。だからって、あんたらに払う金はないよ。へえ、どうや。もちろん、力ずくでだよ。ね、キリュウ君。おだ。まあね。でも、侵入者。いや。でも300万。てめえ、その面。お前らどこの登場会。太平一家、あいつの組か。うちを敵に回したこと後悔した。河村町には星の数ほどヤクザの組があるのによ。もっとも、俺らが殻の一つを追ってりゃいずれか。戦友やら辻さんよ。は、はい。まだそのビルに居座るつもりなら。いや。あんたの後ろ盾は見ての通りだよ。あ、そう。それじゃ今夜中にあの部屋出てってね。明日の朝までいたらこの霧。今夜中に立ち退か。これがあんたの仕事ね。俺のじゃない。ま、最初の仕事にしては上出来か。どう。俺が極道になったのは仕事を楽しむ。うん。お前もしかして。そんな先のことか。そっか。それよりこの後。ああ、問題の戦友や。それが済んだら天下セレナ。ただの小さな。安心しな、今度は仕事じゃない。案外気前がいいんだ。まあね。あのじいさん、マイボールでボーリングするのが日課でね。マッハボールか。それじゃまた。
それにして自分の物件なんてもうほとんど残ってない。まったくだ。しかし今回は山の井さえいなくなればあのまあそうな。おっとてめえ何。まあまあいいじゃねえか。俺は今日はもう一人。それに俺って器が広いから怖い顔した兄ちゃんだな。じゃあな。もう二度と俺の前に立つんじゃねえぞ。山の井さん。おい、しっ。キリュウさん。ああ、そんなことより。いえ、大丈夫です。わかった。すみませんね、ありがとう。いや、それは別にかも。ええ、おかげさま。しかし実は、うちを潰そうとして。あんたを潰そうとしている連中。え、さっき、向かう途中。そうですか。一体何なんだ。娯楽王パチンファイブ。今カムロジ娯楽王の他にもその圧倒的な資金力と。そんな奴らがいる。彼ら5人はうちに目をつけている。娯楽王は私も多少ですがこの辺り。なるほどな。詰まるところ現在の異常なまでの景気で物件。彼らはゲームで大物件を駒扱いか。もちろんだが彼らは彼らのマネーゲームに巻き込まれてこの異常な景気で。その時、私も長くこのそのために抗ってきたんですが。そう言わずにもう少し。もちろん私もカムロだがファイブビリオネアには。くそ。
うん、一つだけ。なんだ。キリュウさん。何？あなたには奴らに対抗専用屋の件も、そんなあなたがこの事務。何言ってんだ。誰でも最初はそうです。それにこのに別に失敗しても構いません。しかしなかなか桐生さんほどの。なぜだ桐生さん。え、あなたは風間さんが経営する施設、そして堂島組の若し。あんた誰か信頼できる人間は。立花か。ええ、くれぐれ。ということはつまり。ええ、あんた。そんな風間さんを慕う昔の仮にす、うん、お願いできませんか桐生。わかった。ただもちろん。わがん金は俺の目にや。やんのか。
。